それでは、細井さん、今週もよろしくお願いします。ます。まずは先週の、ね、何回と言われた NHK マイルカップの振り返りですが、シャンパンカラー、ね、いかがでしたか、細井さん。私、プラス材料が多くなるのは、中山よりも東京で、ああいう馬場になって、馬もそうですし、内田博之さんも得意とするっていう部分と、あと、こう人気馬のエイアンとかは、やっぱり折り合いに難しさがあるじゃないですか。はい。方がやっぱ東京よりもいいっていうところとかって考えたときに、あれやっぱりシャンパンカラーがすごい直前で気になりだして、で、パドックブース入ったときに、シャンパンカラーで行くって言ったんですよ。前走よりも、馬が、友が弾んでたし、体もフィットしてたんで、なのに、でもあの馬って多分、右友が少しこう、入りがこう、なんか、だから多分、右回りの中山とかでもちょっとこう、なんて言うんだろう。あの持たれてしまうところも足も長いし、ね、だから東京の広いコースの方が絶対いいっていうのもあって、それなのになんかやっぱあの友が気になってしまって、それでそうなんですよ、エイアーに変えちゃったんだけど、でもエイアーはマイナス材料が多かったわけじゃないですか。はい、うんうんうん、だからもうすごい悔やまれちゃった。最初スタッフにもシャンパンで行くって言った後に、うん、あでもバカでした。あいやでもね、それは悔しいですね、本当そこまでね、あと最後の選択というかね。はい、でもそういうのやっぱ残りますね、悔しかったなと思って。それにしても、でもね、シャンパンカラー、まあ、9番人気でしたけど、ね、力強く伸びてきましたね、直線は。ね、あのちょっとやっぱりスタート遅れて、うん、でもペースが上がってくれたのも良かったと思いますし、やっぱ前哨戦見てても、あの3着来てるわけだし、あの馬場もあの体型的にも大丈夫だしっていうところで、長い直線の方が向くっていうところ、でもいろいろ考えても確かになっていうのはあったんですよね。なんかもうすごい、まあ、いつもバカなんですけど、バカだったなと思って。でも2着もね、細井さん、このコーナーでもね結構押してくれてたウンブライルがね、最後すごい足で伸びてきましたよね。あのウンブラルに関しては逆にあの馬場になったことによってロードカナロア3区ですし、うん、馬の状態も前走より良かったのは良かったなっていいなってパドックでも思ったんですけど、はい、でもいかんせんやっぱロードカナロアであの馬場になると距離的な部分で少しこう、うん、戦力は大丈夫なんだけど、あの馬場になったことによって戦力ちょっと短くなって、あのなんて長くなってしまって、なんかこう足らなくなってしまうんじゃないかなと思ったんですけど、でもすごいやっぱりいい足で伸びましたね、うん、そうですね、本当にね、竹地ジョッキー腹をくくった騎乗といいますか、後ろからね外に出して伸びてきましたが、で大盤振る舞いはね、まあ、実力しっかり出してと、まあ、ちょっとスムーズに行き過ぎたってね、竹豊ジョッキー言ってましたけどね、ちょっと3着で、まあ、ただあの小柄な馬がやっぱりあの馬場でもうやっぱり見せ場たっぷりのレース見せて、はい、力あるところは感じましたもんね。そうですね、本当思いました。そして細井さん、ちょっと気になるのがあのダノンタッチダウン、雨が嫌いなんじゃないかみたいなこと言ってましたけど、このでもどうでしたか実際、はい、4着来てましたけど、だしあの手応えも良かったですもん ね、 そうですね、はい、やっぱりあれなのかな、こう4つのコーナーよりも雨とか馬場とかっていうよりも4つのコーナーよりも2つのコーナーでワンタンで、あの子足長いタイプだし、なんかそっちの方がいいんじゃないかなって感じました。条件はね、細井さんここでもねドンピシャだって言ってましたもんね、本当外枠入ってワンターンでね、うん、ドンピシャ言ってましたけどね、というね、うん、NHK マイルカップでしたが、今週は再びね東京同じマイルで行われますビクトリアマイルということですが、なんか考えれば考えるほどちょっと難しくなってくるような感じもするね、ここもちょっとした混戦ではあると思うんですけど、戦力がドンピシャではないけど、距離適正ドンピシャじゃないけど、能力が高いのはもうスターズオンアースだよね、うん、って思いますよね。はい、思います思います。で、まあ、スタートの課題もちょっとなくはない、でマイルっていう部分ではちょっと短いよね、でも、はい、でも能力のある競馬をいつもしてきて、で阪神のあのコースでも最後追い込んで2着とか、はい、馬群も縫えたら桜花賞なんてもう無理だろうっていうところからっていうね、うん、あの内容でぶつかりながらでもっていう、その根性だとかっていうことを考えても、やっぱりなんかこう大崩れがないっていうイメージはやっぱりスターズオンアースなんですよね。うん、そうですね。ただそのマイルが一番ベストな舞台かって言われると舞台じゃないっていうところは多分あって、はい、だから最後必ず来るけど、その前に行ってる馬を捉え切ることができるかどうかっていうところだと思うんですよね。はい、でその前にいる
っていう馬がどれなのかっていう話ですけど、やっぱマイルの舞台が一番得意って考えて、実績、過去の実績から言うと、やっぱソダシだと思うんですよ。はい、もう間違いないですね。はい。こう、ただ、お互いが極端な はい。まあ、極端な枠になりましたもんね。そうですね。本当そうですよね。スターズ・オン・アースは内枠引いて、ね、1枠2番。ソダシは大外16番ですけど。で、なんかまたややこしく、最初なんかもう、その2頭がさ、すごくこう、まあ、真ん中ぐらいとか6とか10ぐらいだったらもうなんかその2頭で行きたいなって思わせるけど、これまた難しくさせないっていう感じに枠を見た時には感じますけど、あとやっぱに関しては、まあ、連騎手との初コンビっていうところになりますけど、なんかもう内心的にはこうもちろん連騎手に期待したいし、マイジョッキーだと思うんですけど、やっぱソダシのことを一番理解してるのは隼人君だし、部分でここで隼人君じゃないんだっていうことにはちょっとね、残念というか、びっくりというか、あ、はい、なんかそういうところはありません。いや、ありますね。そこはやっぱ、ソダシといえば吉田隼人ジョッキーっていうね、もうそういうイメージありますし、ね。そう、状た態面だ、とか、はい、状態面とかはどうですか、細井さん、ソダシ、ます。いや、もうね、抜群なんだって。抜群ですか。うん、今回、間隔空いてますけど、ここに向けて、3月にはもう帰休させて、在休期間も2ヶ月でしっかりと厩舎で乗り込まれてるんですよね。で、桜花賞の時もそういう形で、だからもうしかも浩平君と今波さんだから、あのコンビに任せればすごくね、馬作りの信頼度というのも高くて、で、北村助手に今回どうっていうふうに聞いたところ、すごいこう、なんて言うんだろう、衰えてるとか、っていうところはもう一切ないし、なんかこう、昔のソダシだと、ちょっとこう、なんていうんだろう、折り合い面っていう部分で気を乗せすぎてもダメなところもあったじゃないですか、ゲートの問題、イメージありますね。折り合い面があったりして、だから、ずっとその 2ヶ月在休させてやった時でも、結構、そのなんていうんだろう、片道程度で追い切りって終わらせてたんですよね。だけど、今回、一周前追い切り、しっかりと、まあ、合わせ馬も走ったってこともあって、内側でお尻にムチも、ケツムチも打ってるんですよ。で、こう、すごくいい形で、しっかりとこう調整もできてるし、その昔のちょっとこう、なんて言うんだろう、こうプンプンするような人だしから、もうなんかこう、アイドルから女優になりましたって言ってたけど、言ってましちょったとそね。のお姉さんになってっていうところもあったみたいで、で、本当に状態の方は悪くない。し、しっかり仕上げてるし、もう目標に向かってここまでできたしっていうので、で、前走が馬に混じっての、しかもこう自分の形に持ち込めない中で3着っていうのもすごい強かったと思うんですよ。そうですあのね。ままこうずるずる飲み込まれてもおかしくないと思うんですけど、どっちかっていうと、ソダシってこう、天中姉妹よしの競馬じゃないですか。待ってよ、どんな瞬発力の馬ではないから、で、そんな中でも結局、前走においては3着に踏ん張ったところっていうのは、改めて力あるなっていうところを感じたし、今回はもう連ジョッキーにそのことを伝えて、天中姉妹よしのこう、なんていうんだろう、こう、待たなくて自分のペースで、それで、押し切る形、目標にはされるけど、目標にされるけど、でもそういう競馬がソダシの競馬だから、そこでどうかっていう競馬にもお願いしますっていうことはもう話し合ってるってことなので、だからそう考えると、まあ、もうちょっと多分、まあ、どうなんだろうね、大外っていうのが、まあ、決してプラスではないけど、まあ、行く馬だし、まっすぐ入っていきながら、内側の先行馬たちの動向も見ながらっていうことを考えると、そこまでマイナスって捉えない方が逆にいいのかなって思ったりも、まあ、真ん中ぐらいが一番真ん中偶数で、が良かっただろうなとは思うんですけど、まあでもっていうところはありますよね。そうなんですね。状態もね、非常に良さそうというね、そうだし。まあそこまで自信を持って、北村助手が、すごい、もう十分、目標に向かってできたし、で、ずっと隼人君とも、やっぱここ最近、そういうふうに攻め馬の中で、一つやっぱりこう、しっかりやってるんだけど、その最後、無知、ちょっと厳しくやったりっていうことをしてなかった
だよねっていうのがなんかこうなかって、それでやっぱりその一周前でできたっていうのがものすごいその中でも、でもそれでもイライラすることもなくっていう、だから本当にいい形で、で追い切りの動きもすごく最終追い切りも良かったじゃないですか。はい、うん。なのでそういう部分ではすごく、仕上がりもいいし、馬体重に関してははい。もう前走と変わらない、480から482で出せたら、イメージ通りの仕上げって思っていいよっていう感じでした。わあ、そうですか。もう連覇に向けてね、抜かりなしっていう感じですね、ソダシマさんに。ね、だから、まあ、大外っていう部分と初コンビっていう部分が、どう出るかっていうのは、ちょっとこう、なんていうの、ありますけど、まあ、その陣営が馬作りに対しては、まあ、信頼度も実績もあるし、そこまでもう、うまくできたっていうならば、もちろん最終切り見てもそうですけど、いいんだろうなって、思いますよね。なんか雨もね、ちょっと降りそうな、また今週もっていう感じですけど、ソダシに関してはそこら辺は問題なさそうですかね。なんかパワーありそうなイメージありますけど。そう、だからパワーのあるタイプなんで、そこは問題ないですけど、1006よりも1008っぽくなった時に、最後どうかっていう部分はあると思うんですけど、でも、他の馬がそういう切れ味がそがれるならば、パワーがいる馬場っていうのは、ソダシはもちろんあんだけフットワークもそうですし、ヒット配球もって考えても、フェブラリー見てもそうですけど、それを見ても、それはもう全然、ソダシに関してはマイナスとは思えないですよね。ありがとうございます。逆にスターズオンアースは、おすさん、状態どうですか？どう見ます？なんかちょっと一周前かなんかちょっと杉原ジョッキーが乗った時に、なんかちょっと反応が、まあもちろんいい馬っていうのは間違いないんだけどっていうところがなんかちょっと気になるところではあったんですけど。そうなんですよね。なんかこう一瞬迷い切りの時に、なんか最初手先だけで走ってるような印象も私も受けて、私もそれはちょっと、でもルメールは前走よりもやっぱ明らかに叩かれて良くなってるとは言ってるんで、そうですね、ね。貢献しますもんね。とはいうものの、確かになんかこう、なんていうのかな、その一週前とか見ても、あれ、もうちょっとこう上がっててもいいのかなっていうのを感じたけど、でも手前変えてから肩周りも動いてたし大丈夫なのかなとは思うんですけど、すごい罰、でもこの馬のこう見方が分かんないんですよ。どこが抜群だったのかって振り返ると、まあ、オックスだろうなとは思うんですけど、感染休み明けになる時が多いから、どこがどうなのかって、つかみにくいところもありますよそうね。ですね、確かに叩いて久しぶりですもんね、そういうふうになるのは、2戦目みたいにね。まあ、でも、桜花賞からオークスであの形なので、まあ、それを考えると大丈夫なのかなと思うんですけど、抜群かって聞かれたら、ちょっとわからない部分はあるけど、まあ、ここまで言うし、まあ、能力、どういう状況下の中でも、きっちり走ってきた馬ですもんね。そうですね。でも本当ね、冒頭もちょっと出ましたけど、ここ最近の走り見てて、やっぱりちょっと後ろからになっちゃうのかなっていうようなイメージはあるんですけど、そのあたりそうどうです。でなんか、後ろからになっちゃうし、で、マイルだしっていう中で、多分、で、ゲート練習させてます。最初の、こう、どれだけ、競馬に乗れるかどうかっていう前半部分っていうのは、多分一つ大きな問題だと思うんですけど、でも、まあ、いかんせ、オークションの時でも、あの短い直線の中だけでもって考えたりすると、東京はあそこまで長いわけだから、なんか、そんなに心配しなくてもいいのかなって、で、まあ、普通に考えたら、スターズ・オン・アースと、やっぱりソダシっていうイメージにはなりますけどね。そうですね。逆にスターズは、道悪、まだそんなにやったことないですけど、どうですか？問題ないですかね？この馬もなんかパワフルな感じしますけど。そうそう、体重以上に体を大きく見せるし、まあ、ここは問題なさそうな気はするんですけどね、それは私もそんなに 問題あるようなイメージではないですね。ありがとうございます。ね、やっぱね、実績光るこの2頭がね、やっぱりまずはっていうところですが、3番手といいますか、その次あたり、細田さん気になる馬いかがですか？どれ気になります？僕は2頭気になりますね。どれどれ？2頭、3頭、ま、ナミュールとナムラクレアと、まあ、あとサウンドリバーチェ。もう追い切り抜群だなと思ったのは、サウンドビバーチェで、本当ですか？サウンドビバーチェ、だから、この
はあれですよね、雨降ったら3着、ね、先行して3着、なんかこう、馬券に足しておきたい一頭ですよね。そうですよね。追い切り良かったですか、サウンドビバーいチェ。や、追い切りの動きがめちゃくちゃ良かったなと思いましたね。すごくダイナミックで迫力あって、サウンドビバーチの追い切りにはちょっとびっくりしましたね。まあ、だけど、やっぱ雨降らないと厳しいですよね。雨降ったらメルババになった時じゃないかなとは思うんですけど。枠的にもね、サウンドビバーチ的には、じゃあ2枠3番先行馬ですし、かなりいいとこ入ったという感じですかいいとね。ころありますね。あとはもう、オークスでああいったことがあったんで、とにかく、サバ入りだとか、気持ちが落ち着いてるかどうかっていうのは、一つ、この子はまあクリアしなきゃいけないね。課題はあるとは思うんですけれども、かわいそうでしたもんね、オークスの時そうですね。ね、本当にね、はい。けど、まあ、ここね、ずっとレースしてるわけですし、多分、馬場だろうなと思いますね。馬場。で、あと、ナミュールですよね。ナミュール気になります。この4歳ね、3頭、僕は本当に気になるんですけど、ナミュールどうですか、おそれさナミュールは私もやっぱりマイラーだと思うんですよ。ん。だから、条件としてはドンピシャだし、で、やっぱり若い頃っていうのは、どうしても桜花賞とかもローテが厳しかったしって、そうするとこう10着とか、あと外枠だったりとかっていう、で、やっぱりこの、オークスは2400メートルだしっていうことを考えると、ようやく一番いい条件にはまるっていうのは、ナミュールな気がするし、まあ、前走、ある程度の位置で競馬できましたよね。そうですだね。から、そこも自在性っていう意味では大きいと思う反面、だけど、なんかもうちょっと弾けてほしかったなっていう部分もありません？ああ、そうですね。なんか勝ち切ってほしかったみたいな、そういうイメージはありましたけど。ありますよね。だから逆はもうちょっとやっぱりこう前半我慢させた方が弾けるのかなっていうのも、なんかどっちなんだろうなっていう、ただすごくこう条件としてはもうずっとジョッキーも変わらないわけですし、ワンタンのマイルで、で、やっぱり年齢とともにその部分でこう体も成長してきてって考えると、確かにナミュールも魅力的な一頭ではありますよね。そうですよね。状態面、その調教の動きなんかも問題なさそうですか、ナミエルもやっぱすり。ごい、ありました。まっすぐハンドで駆け上がってて、スピード感もあって、こう、華奢なイメージがなくなりましたもんね。ああ、そういうイメージでしたよね、やっぱり去年のね、最初の方は、本当に。最初の方はやっぱりかわいそうでしたもん。その、桜花賞の時なんか特に東京輸送した後だったね。やっぱちょっとこう、やっぱり要求するのはかわいそうかなっていう部分があったけど、やっぱオークス、秋華賞でしっかりと結果出して、で、エリシャもやっぱ距離的な部分もありますもんね。だから前走がやっぱりもう一つ弾けてほしかったなっていう部分もありながらも、でも、まあ、ああいう競馬もできるんだっていうところも見せつつなんで、まあ、ナミュールも確かにっていうのはありますよね。馬場はどうですか？ナミュールはなんかすごい綺麗なフットワークするイメージあるんですけど、やっぱそこちょっと気になりますか？なんかこうイメージ的にはスパンってね、直線でって思うんで、綺麗な馬場の方が絶対いいだろうなって、しかも、自体もそんなにこう大きい馬ではないので、思うんですけど、でも、パパがハービンジャーなんで、まあ、こなさないはずはないよねって、こなしても、ね、こなすよそうねっですていう。ね。ハービンジャー、大和メジャーですからね。本当そうね、そうそう。だから、そこも、ハービンジャーだしな、イメージとしてはやっぱ軽いキャンターするし、フットワークだから、綺麗なババのかっていうイメージはありますけどね。でも状態は非常に良さそうということですね。ありがとうございます。うん。あと本当個人的になっちゃうんですけど、僕はずっと名村クレアが好きでいつもしてて。ナムラクレア、距どう離、距離、マイルどう見てます？マイルどうですか？なんか陣営の話を聞いてるとね、なんかだいぶ成長してきて、ね、今ならマイルでも大丈夫なんじゃないかって言ってましたけど、どうですか？細井さん的には、やっぱちょっと長いのかなっていう感じですか？なんかこう、ただ、この馬ってこう、この馬の歴史を紐解いていくとさ、最初こう、千にでもかかっちゃう馬だったじゃないですか。で、結局、桜花賞の時でも、まあ、そこの部分もあったよねっていう、ね、折り合い打ちで宣言しそうなですがら、ね。はい。あってのっていう。で、今度、千人になった時に、逆に今度、あれ、勝負どころでいかないよねって、ちょっとこう、反応がってなってしまったところもあって、って考えると、確かになんか、今の性格上を見ると、
マイルもギリこなせるようなイメージもあるけど、でも本質的にはミッキーハイルだし、ちょっとなんかこうギリなのかなっていうところです。まあ、どう、うん。なんかね、それこそ本当シーウッド調教とかね、やっぱ結構今年になって取り入れてきて、だいぶね、馬も変わってきたっていうようなお話もね、聞いたりしますけどね。いやいや、本当体もなんか芯がすごく入ってきて、で、弾んで、まっすぐで、うん。ただ、ピッチ走法のイメージがありません？ないあ、あります、あります。はい。飛びが大きいっていう感じではないですよね。あ、すいんごく、ですはね。い。だから、どこだろうなと思ってますね。なんか、性格的にやっぱ、今なら1000よりも1600の方がいいと思うんですよ。だけど、本質的な部分だとか、ピッチ走法だとかって見たら、ミッキーアイルの子って考えたときに、まあ、多分1004ぐらいが一番すごいね、出るところなんだろうな。でも、こう、積み上げてきたものの中で、なんて言うんだろう、ギリこう、うまくはまればっていうイメージですよね。ちなみに動き的にはどうですか？今週の動き的には、まあ、この中間といいますか。弾んでてまっすぐかけで、しまい11.7で、うん、やっぱりしっかりしてきたなって、ぶれないなっていう、そうなんですよね、ただピッチがピッチだなって、やっぱり改めて見ると、大きいストライドではないですもんね。そういうイメージはありますね。まあ、そこがどう出るかというね、まあ、枠は6枠12番でね、結構いいところなイメージもありますし。うん、ですよね。あとはどうします？あとは他にも結構ね、気になる、まあ他にもだってスタニングローズがいたり、ソングラインがいたりとかね、まあ、イズジョーがいたりとか、いっぱい、ララ・クリスティーヌもね、ちょっと気になりますし。そうなんですよね。だから、